26時間ちょっとテレビ、日本テレビ系人気番組開運年越し祭りからは、日本テレビ系列にて、2007年12月31日18時2008年1月1日21時にかけて放送された、長時間特別番組枠。この番組には、フリーアナウンサー、元 NHK アナウンサーの宮本隆二と当時日本、テレビアナウンサーの宮崎信子が、総合司会を務めた。 なお、日本テレビ系列では毎年8月後半に24時間テレビ、愛は地球を救うを放送しているが、この番組とはコンセプトが大きく異なる。シャルウィ we dance? と、漢字サマーズの生放送が行われた、日テレ小島地町分室、ぐるなよ面白そうの生放送が行われた、テイクスタジオアークフルネットを行わない地域の一部では、新聞発表上で26時間ちょっとテレビの、 冠が外されている。括弧内には、アイドルいちご祭り2008の時間帯に差し替えて、放送される、おおよその内容を示す。この中の多くの地域では、劇場映画の放送枠が編成されているが、局によっては、映画終了後に一旦、大晦日付の放送を終了し数時間イコール、4から5時台のメンテナンスによる中断を挟んで、元日付の放送を行うつぼねもあった。 なお、ぐる、ないの終了直前、札幌テレビなどでは、いちご祭りの宣伝が流れていたが、これで終了させていただきます。放送はありませんなどの告知はなく、これらのつぼねの視聴者からは、戸惑いや苦情もあった。ありがとうございます。